こんにちは、エルビアン TV、 エルビアン TV のゆうです。次はそう、カラオケでゆうが、まあ、レイにバトル負けたと思うんですよね。それでレイから罰ゲームとして言われてた苦手な家事チャレンジ、まずは今日料理からやります。ユーズキッチン第2回目です。皆さん待ってましたか？楽しんでください。ぜひ、イエーイ。脂肪燃焼スープを作りたいと思います。で、これを作って、まあ、ゆうが作るんですよね。ゆうが作って、でこれで2人で一緒に減量しようと思います。で、ダイエット企画やんないんですかとかいうふうにコメントいただいてたので、痩せます。皆さんご参考に頑張って作ります。愛を込めて、はい、これなんでダイエット企画やろうかと思ったかっていうと、4月の終わりに東京リンボープライドさんのパレードでゲストとしてお呼びしていただいたんですね、はい、レズビアンのところで。なんですけど、ちょっと今のままではまずいと思いまして、うん、痩せようって思ったんで、ちなみにお揃いね、うん、痩せようって思ったんで、これを作って今日から1週間頑張ります。はい、レシピは概要欄に書いてあります。あと、まあ、作り方や、まあ、ダイエットの方法、細かいことなども概要欄にしっかり書いておくので、よかったらご参考にしてみてください。ではレッツクッキング、クック。じゃあ今日は今日ゆい料理長ね。そう、じゃあ助手やります。助手先生、こちら何ですか？こちらキャベツ。はい。はい、パプリカです。これ人参です。こちら人参です。あと、玉ねぎ。はい、玉ねぎさんも。玉ねぎを使います。で、はい、このカットトマト、セロリですね。まあ、嫌いな人多いよね。で、あとコンソメ。あとは、なんか塩コショウとかして味付けしていく感じかな。何が出るかな。何、あ、でも最初からさ、何作るか言わない方がちょっとお楽しみ感あったかもしれないな。まあ、いっか。じゃあ始めます。切っていきます。私包丁を握ったのどのくらいぶりだろう。包丁握ったのね、多分ね、今日2年ぶり、あ、もっと前かもしれない、3年ぶりぐらいかも。ゴーレイみたいなね、こう優しいね、ゆうの奥さん、奥ちゃん、こんな素敵な奥ちゃんがいて幸せでーし。
に人参が入りました。お次は玉ねぎお願いします。どれですか？あ、いた。あ、気をつけてください。これやばいですね。これなんか私玉ねぎ出だしでちょっとつまずきました。じゃ切ります。玉ねぎを切ります。あ、いつもね動画でね本当にねれいちゃんねすごいなんかんいつもはね言うにベトベトしてても二人ともあんまんまなんですけど、そんなことないです。あ、すごい。何してんの？何もしてない。玉ねぎってこうみじん切りとかぐらいかな、目にしみるのって。ちょっとなんかあんまりやったことないんでわかんないですけど。うさはういしょ、かわいいよ。ありがとう。うん、いや、このお揃いのパーカーはどこで買った？お気づきでしょうか？どこで買ったの？バンズ。いつ買った？去年の11月ぐらいかな。うん、レイが可愛いのはゆうちゃんお揃いにしようっていうのを言うの。セロリ、パプリカ最初に切ろう。ですね、ちょっと今野菜が規格外の量になってしまったので、助手の私がタッパーに移し替えて買い付けるためにタッパーに移したいと思います。ねえ、規格外ってさ、あなたこれでいいって言ったじゃん、キャベツ量。私今日女子なのでわかりません。誰だよ。いい加減にし、いい加減にしろ。え、パプリカってどうやって切るの？ちょっと待って、パプリカ初めて切るんだけど。え、ちょっと待って、パプリカに興奮しないで。え、これどうすんの？なんかね、やばいじゃん、ずっと種、出てくる。切って半分、パプリカも半分に切って、こう、そう、パプリカはさ、種を取るの。なんか不適合だな。種どのくらい取るの？全部です。この茎みたいなのどうすんの？茎も取ります。こう、やばいじゃん、気をつけてね。え、みんなこんな感じでさ、こう取ってるの？これ見たことあるじゃん。え、うん、手で取るんだよ。あ、それ手で取るんだ、すごいじゃん。いや、そんな食べたことないから。しかもパプリカとか調理しないし。何ができるのかな。やばい、くせ者なんだけど、どうしよう。パプリカがくせ者。はい、パプリカが切り終わりました。ひらめきました。持ってるんですね。よく去年2人でまあ鍋パーティーしてて、冬はちょっと洗いますね。いえ、とりあえずさ、このお野菜のみんなをさ、この中に入れちゃって。余裕じゃん。あ、重い、やばい、ちぎれそうです。すごい鍋みたいになったね。まあ鍋なんだけどね。あ、先生、これは流し台へ。で、パプリカ切りました。パプリカ、パプリカは、まあ、黄色ですね。今こんな状態になってます。もう山盛りのお野菜ですね。山盛りです。で、次、セロリ切ります。これ、全部入れるの？入れます。このダイエットの大変なところは味に飽きてしまうところですかね。てかさ、過去に3回ぐらいやったことがあるんですが、だいたい平均して4キロ以上は落ちますね。で、リバウンドは4キロ、4キロ違いますね。リバウンドは食べ方ですね。これ今作ってるやつ、なんか尋常、なんだろうな、レイが、レイと付き合ったらへんとかに、ありえないぐらいに同じスープが出てくるんですよ。はい、まあトマト味の。もう私、拷問なのかなってちょっと一時思ったんですよね。でも冬は超えやすいので、よく食べてますね。野菜嫌いって前どっかの動画で言ったんですけど、
まあ、あのまあそうですね、あんまり野菜は好きじゃないし好きなもんだけ食べているっていうのはもう事実なんですが、好きなもんは我慢せず食べますね。で野菜も嫌いだけど一応好きなものを食べるために食べてます。大事ですよね野菜ね。これスープにすると食べれるんですよね、不思議です。できるできる気になって切らない危ないからでも進み具合がすごい悪かった、ずっと同じ場所でトントンしてた。はいはい、野菜全部切り終わりました。はい、次はこれをお水入れて煮込んでいきます。トマトも入れます。先生、カットトマトの準備ができました。かわいいね。とりあえず沸騰させます。何度でも大丈夫なっぽい。じゃあ、ごめん、あ、ちょっと待ってくださいね。楽しみですね。なんかばあちゃんの振り合いだから、いきなりバーシックいきなり出るバーシックいいな。じっくりごとごと煮込んです。ポンポンポン、ありがとうございました。はい、と完成しました。イエーイ。まあ、あのなんで今一人だかっていうと、寝ましたね、レイちゃんが。レイが寝ちゃったんで、まあ、ユウがご飯はちょっと作ってましたね。かわいいな、これがまた十分にグツグツ煮込んだやつ。あ、でもこれ見せるのあるかな。で、いやです、で完成しました。で最後にソーセージを切って入れました。ユウのクッキングは終了です。みんな作ってみてくださいね。このちょっとまあ助手のおかげではあるんですけど、作れない人でも一応多分野菜切って入れるだけなんで作れるはず。私でも作れたんで、ぜひ皆さん挑戦してみてください。すごく、まあ、罰ゲームいい機会だなって思いました。うん、これからもちょっと頑張ります。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。バイバーイ。ゆうちゃんが1週間罰ゲーム家事チャレンジの洗い物をやっております。すごい溜まってます。週間家事チャレンジ、ゆうちゃんは今洗濯物を畳んであります。お部屋の雰囲気変えたんです。ちょっとだけ大丈夫。ゆうちゃんが今洗濯物を干してます。ブラジャーだ。あ、ブラジャーを隠してね。ブラジャーダメだよ、どっちは。ブラジャーダメだよ、どっちは。